女子マススタート優勝、高木菜那選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。マススタートの初代女王です。今の気持ち聞かせてください。この種目が始まってから銀メダルだったり銅メダルだったり表彰台に上ったことはあったんですけど、金メダルという一番高いところには今まで上ったことがなかったので、この最高の舞台で初めて一番高いところに立てて本当に嬉しいです。今日の決勝ではオランダのサウテン選手の後ろにずっとついて最後に仕掛けていきましたが、どんなことを考えて滑っていたんでしょうか。オランダ勢が2人いたので、多分作戦的にオランダ2人で最後仕掛けてくるかなと思っていたので、イレーネ選手の後ろについて狙えるところで狙っていこうってずっと考えてました。高木選手にとって今大会2つ目の金メダルです。1つ目は団体パシュート、そしてもう1つは今日決勝1人で戦ったマススタート、また意味合いも違うんじゃないでしょうか。そうですね、本当は1回目で佐藤が転んでしまったので2人でワンツーフィニッシュを狙っていたんですけど、佐藤の分まで金メダルを取りに行くぞっていう気持ちでやって、パシュートでも本当にメダルが取れたので、その分落ち着いてマススタートに挑めたなと思います。改めて今大会最高の結果で締めくくりましたが、どんな大会となりましたか。一番最初のレースは本当に悔いの残るレースをしてしまって申し訳なかったんですけど、残り2本のレースで自分の最高の滑りができて本当に最高のオリンピックにできたので本当に良かったなと思います。おめでとうございました。ありがとう。